はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃん、アスカプレミアムコンサートツアーワンダフルワールド2023というこのライブの映像を見させていただきながら思うままにお話をしていく動画、今日で 1,2,3,4,5,6曲目になりました。ようやく、ね、タイトルもしっかり言えるようになりましたけれども、1,2,3,4,5,5曲目かな、5曲目ですね多分。はい、ちょっと間違えました曲数。前回こんな風にという楽曲を見させていただいていろいろお話を勝手にしましたけれども、今日は憲兵も王様もいない城という、はい、これは前回のライブでもね歌われてましたけれども、非常になんかね、私は申し訳ないことに最近のアルバムをねじっくり聴き込んでは、いなくてですね、ちゃんと歌詞もメロディーもしっかり入ってるという曲では実はないんですけど、でも前回のツアーだったり今回の、実際行って聴いててもですね、非常にもうなんか展開が面白いというか、曲のこう流れが面白い曲だなっていうかね、歌うのもきっと難しいと思うんですけども、ちょっと改めて見させていただきながら思うままに語っていこうと。前回こんな風にが終わったところ21分57秒のあたりから再生をしてみたいと思います。いきましょう、再生ポコリン、でーん、こんな風にが終わっています。皆さん手を振ってパチ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 とお客さんの温かい細かい拍手があって、ワン、ツー、スリー、フォーと、もうそこがかっこいいじゃんか。ワン、ツー、スリー、フォーと、ナララッと、うわ、テッ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 、ナラナワウと、テッ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 、お客さんがリズムを取りながら手拍子をして、なせかれるよ、エニチンを、ウォーの響き素晴らしい。ナッツの前に、馬です10秒ですって誰にも言わせないように、永遠基地ハートを開けて、難しい、開けて言いながらちょっとこう投げていくようなね、はいはい、あむけき、いい声の響き聞かせてみた、ちょっと笑いながら、てててててて、逃げよ追いかけてくる、声の響きがいいですね、追いかけな逃げてゆく、人生ってやつは、愛らしい、いや、すごい低い音も響き、トランプで組み立てた、お飾りのような城を照る、憲兵も王様もいない、もういない城、すごいですね。こっから盛り上がる、おー、いたまりのような笑顔で、お貴様抱きしめるからのよい土の中を、たるけるわろ、ここ高いよね、一緒なら昔に書いてある、何枚書いても隠される、結局答えをガーマンと言うんだろう、おお、また伸ばそうと、ほらビターっとね、素晴らしい、1,2,3、シュービさんと一木さんかわいいな、3みんな、はい、あ、こんなんだった、ライブの時あんまりちゃんと感じられてなかったな私、いや、うわぁと、てっ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 て、思い苦しい、思いの響き、思い、素晴らしい、うんとおしゃれに歩く、口の開き方素晴らしい、おしゃれな道はおしゃれに行く、いや、すごいね、低み音まで、はあ、さあ、ちかさんもコーラス入って、トランプで組み立てたお飾りのような城を照る、憲兵も王様もいない城、死の時ね、城、素晴らしい、タンタランサンド、うわ、このなんかね、急になんかブルースみたいな、うん、ダンダランダランダあわらダダダルンダチュルダダンダ、何
なもすごいねララ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 ラどの辺まで自由度高いんでしょうこれ。だん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 どこまで決まってその時の気持ちかな。ああ、コーラスも素晴らしい。おお、今まりで言わない顔って、お日様だけしかわからない。月のらきゃ、伝え続けるもの。すごいすごい出てますね。字に書いてある何枚書いても隠される、うん、結局は手を我慢と言うだろう。またこの音本当に安定してる。トランプで組み立てたお飾りのような白を出る憲兵も王様もいないしろ。あいわ、いやいや、と。ならなら、なならなら、なら。市木さんはどこだ？ならなら、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 わあ素晴らしい。グルーヴ感とかリズム感。わあらら。あたた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 た。うん。って遠くでハミングの音も鳴って、じゃーん。お辞儀をして、でん。いやこれ今最後のねそのラララララ。ランラランラランラってラーでねずっと歌ってるじゃないですか。ここのだってかっこよさってもうメロディーもタンタンタタタンって、まあ、非常にねこう、その難しくない単純に乗ってますけどここで、まあ、コーラス市木さん守備さんも含めて飛鳥さんのこう歌声のグルーヴ感ねランランラランランってこのタラララランじゃなくてタン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 と後ろ側でリズムがねテン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 って鳴ってるからこれラー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 じゃなくてみんなそのタン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 に乗っかってるからこの繰り返しの最後もランランラーラーラーがかっこいいんですよ。これってサクッとやってますけどまあカラオケとかで例えばこの曲をねまあみんな歌うってなった時になかなかそこまで気にしてこうリズム取らないと思うんですけどそれが今ここかっこいいんですよね。だからあの繰り返しでももう2時間半ぐらい聴いてられますよね。あそこランランラララだけ聴きながらフランス料理のフルコースとかずっとこのランランララランだけでねシャンパン飲んで肉食べててできるぐらいなんか上質なランランララランこれすごい単純なメロディーかもしれないですけどここすごく心地よかったですね今ランランラランラン、うん、ぜひ皆さんもこうねこの映像を見るのも CD 聴くときもやっぱこのグルーヴ感を感じていただきたいなと勝手に思いましたけどやっぱり曲がね最初に言いましたけどやっぱすごい展開が大きいというかあの歌い始めからメロディーがあんまりこう動かないというかねダドダドデダダダダダもうなんか同じぐらいの幅の中でダダダダ一回低めまで行きますけどトゥルルルダダ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 ダともうずっとこの辺にいる感じでこれ曲終わるのかなと思ったらダララ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 ラとかララ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 みたいな違う曲みたいですもんね急に。なんかしかもあの何回書いても隠されるとか、まあ、多分譜面で見たらテレレ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 なんでしょうけどもう今も見ていただいたら皆さん分かると思うんですけどもうなんかうわーコーラスとか楽器の人たちうわーってコードだけ鳴らしたらもう飛鳥さんその中で何回書いても隠されるって自由度が高くてこれをだからかっこよく歌おうと思ったらこれもなんていうんですかねもうその人それぞれの歌い回しになりますよね。で特に私が飛鳥さんの歌声とか歌い方で好きなのがやっぱこのため具合がねだ結局
ラララロー我慢だから我慢というのだろうのそのがの音なんて1,2,3,4我慢というだろうで、まあ、1拍目の裏かなダラララで正しくはというか音符上はそうなんでしょうけどダラララララうわーなんだルールだもうどこで正しいがの音に言ってるのかちょっとわからないぐらいこのうわーって溜めていきますけどでもこれってねやっぱり基本的な最後のその言ったなんだんだららんが体に流れてるから溜めてもかっこいい溜め方になるんですよね。これこの表面的だけちょっとこう遅れてるような歌い回しを表向きだけ真似したらあんまりこのかっこよさ出ないと思うんですよね。でもこれをじゃあどこから真似していくかって言ったらまずダン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 でこのリズムでちゃんと歌えるダララ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 ができた上でそれを何回も歌っていくうちにナンナレ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 ってなっていくのでこれはやっぱりねマスカさんしかできないんじゃないかなというたまにだからあの玉置浩二さんとかがあのもう何年も前だと思いますけど V6 の愛なんだという曲をね玉置さんが作曲をされててあれ詞も作詞もそうだったかなあのなんか一緒にね FMS 歌謡祭とかで歌った時に V6 の皆さんはそうなんだきっとここから愛なんだってやっぱりリズム通りにね音符通りに歌いますけどもうでも私のもう前に見たイメージですけど多分こんなだったです玉置さんってそうなんだって V6 が歌ってる後ろでそうなんだみたいなどこから入ってきたんですかみたいなでもそれってやっぱりそうなんだが一応ある中でその中のどっかなんですよね玉置さんのこの心地のいいだからもうこの飛鳥さんの今のこの曲の後半の盛り上がりとかも我慢というんだろうもうその伸びてる音の安定感はもう最初にも言いましたけどトリップの時もねもうすごい曲の展開の中で前半のこうちょっと落ち着いたところからまあきっと作られてる時にそういうね振り幅みたいなこともあの考えられて作ってると思いますけどだから一曲歌ったらもうなんかねしばらくこうコーヒーで時間を潰したいみたいな一曲ですごく美味しい曲というか美味しいとこいっぱい入ってる曲みたいなね、すごいですね。だからあの最終日の時にね私が見に行かせてもらった時に、今回のツアー終わったら新曲を作るけどもまあそんなね新曲なんてみんな別にあまり興味ないみたいなことを言ってました。お客さんがそんなことないよって言ってましたけどでもやっぱりこうね昔の曲をライブで聴きたいでしょとかとも言ってましたけどそれはもちろん、ま、なくはないけどやっぱこういうね憲兵も王様もいないしよみたいななんていうのかな、まあ、この後も出てきますけどあのどんな顔で笑えばいいとか、まあ、僕のワンダフルワールドもそうですけどやっぱり飛鳥さんが作るメロディーってなんかこっちがいい具合にこうね裏切られるというかそんな展開いくんだとかそんな音いくんだみたいののまあこの楽曲は結構一つ大きな特徴の出てる曲だと思いますよ。でやっぱあの高いところが私なんかは一緒に歌いたいとかねメロディーを覚えて歌いたいなと思うしあのため具合もやっぱりやりたいなと思う。うんまあ、難易度は高いですね。だからあのカラオケでもしこの曲が入ってて採点のねあの採点バーとか出てくるじゃないですか。でこの飛鳥さんが歌ってるのを聞いて覚えてあのカラオケに対して歌ったらずっとずれたままでしょうね。だってもうちょっと遅いっちゃ遅いですもんね。でもそっちの方がかっこいいっていうまあなかなかうーん高度なやっぱり歌だと思いますね。うん、でライブで歌った時にやっぱこれだけ高音が「うわーららららららら」って出てるからもううわーってやっぱなりますよね。でも全体的に飛鳥さんはすごいこう、まあ、高い音もありますけどなんか全体的にすごく楽しそうにね歌われてるのがすごい印象的で、うん、まあ余裕なんでしょうねきっと。これはまあパッと一般的に聞いたら難しいし歌えるのもなかなか歌える人もいないんじゃないかと思うぐらいのさっきのため具合とかキーの高さもありますけど飛鳥さんも楽しんじゃってしかもライブはもう 1,2,3,4,5 曲も来てやっぱりね体もより温まってきますしその日のまあ声の調子ってやっぱプロの方でもあると思うんですけどすごい出てますから今回のねこれ映像見てるともう歌いながらもう楽しくなってきてるところの
ね、この5曲目ぐらいなんじゃないかなということで、非常にこうあの表情もより柔らかくなってる感じがしますけれども、今回はそんな感じでまたまた思うままにお話をしていきまして、続きはまた明日以降ということで、皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。